今回は豚肉とタケノコのピリ辛炒めの作り方を紹介します。シャキシャキの食感のタケノコと旨味たっぷりの豚肉をピリ辛の味付けで炒めるとご飯のおかずにぴったりです。少ない食材で短時間で美味しくできるのでおすすめですよ。それでは作っていきましょう。材料は豚肉の切り落とし 200g、 部位はお好みで OK です。タケノコの水煮スライス 200g、 お酒はちょっと厚めに切り、下の部分は薄めにカットするといいです。ニラは3分の1束と生姜のみじん切りを大さじ1用意します。豚肉に下味をつけます。塩と黒胡椒を少量入れます。醤油と紹興酒または酒を少量入れ揉み込みます。肉全体に調味料が絡まるように混ぜ合わせます。卵または水を小さじ1くらい入れ混ぜます。片栗粉大さじ1くらいを入れ、肉にまぶします。最後に肉が剥がれやすくなるように油を少量入れコーティングしておきます。鍋に大さじ1の油を入れます。豚肉を炒めていきます。中華鍋で作る場合はよく温めた状態で肉を入れ、普通のつかないフライパンではコールドスタート、冷たい状態から肉を入れ炒めていきます。肉を入れたら炒めるというよりは焼き付けるようにして肉の旨味と油を引き出していきます。赤いところが見えなくなるまで炒めていきます。このくらいに炒まったら、タケノコを入れ、炒めていきます。タケノコを豚の油に絡めるように炒めて、旨味を移していきます。このくらいタケノコに油が回ったのを確認したら、豆板醤と生姜を入れ炒めていきます。鍋を傾かせ油を寄せてから豆板醤を入れて、その油で溶くようにして炒めます。その上に生姜を入れて炒めます。ここで豆板醤と生姜を油になじませるように炒めます。ある程度馴染んだら全体的に混ぜ合わせていきます。紹興酒または酒を小さじ1を鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油大さじ 1.5 を同じようにして入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 50cc を入れます。
砂糖を小さじ1入れます。お好みで味の素を入れます。ニラを入れます。強火で全体をしっかりと絡めていきます。液体がタケノコに浸ってきたら、ごま油を少量入れ香りをつけます。鍋の火から回すようにして入れます。最後にしっかりと絡めるように炒め合わせれば完成です。さらに盛り付けます。これで豚肉とタケノコのピリ辛炒めの出来上がりです。短時間でお手軽に作れるので、ぜひお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。